恋愛論は、スタンダールの随筆集。1822年間。スタンダールによれば、恋愛には、情熱的恋愛、趣味恋愛、肉体的恋愛、虚栄恋愛の4種類があり、また簡単、呪文、希望、恋の発生、第1の結晶作用、疑惑、第2の結晶作用の7つの過程をたどるという。なお初中で言及される結晶作用とは、 恋愛によってその対象を帯化させてしまう心理を、円行に投げ入れられた枯れ枝が潮の結晶がつく、ことによって、ダイヤモンドで飾られたように見えるという、ザルツブルクの小枝に例えたもの。ザルツブルクの円行で、廃校の奥深くへ冬枯れで葉の落ちた木の枝を投げ込み、に、3ヶ月して引き出してみると、それは、輝かしい結晶に覆われている。 山柄の足ほどの太さもない細い枝も、無数のきらめく輝かしいダイヤをつけていて、もう元の枯れ枝を認めることはできない。欲望の対象は人間に可能性を与え、また、可能性は人間に世界を与える。このように対象が実現可能な目標へ変容することを結晶作用という。青年期に入れば、幻想的欲望が減少化する。 可能性を直感する。特に、ある言葉が、独自の意味と魅力を帯びて現れる、言葉の結晶作用と言うべき事態が生じる。それは、言葉が、その人間にとっての生き方や目標を指し示し、あるべき世界に到達することが第一義となるような、世界を与えることを意味する。スタンダールは、恋愛における二重の、結晶化作用について論じている。スタンダールは、 触れていないが、このことはそのまま、嫌いにも当てはまる。なんとなく、気に食わなかった人が、ある時突然、結晶化作用により大嫌いになることは誰でも、知っている。それまでバラバラであったその人の属性が、組織的に、嫌いの要因へと変質してゆく。まさに、目に触れ耳に触れる、一切のものから、嫌いな相手が、 新しいお点を持つことを発見する働きなのである。そして、恋愛における第二の結晶化作用とは、相手が自分を愛していることの確信へと向かう結晶化作用であり、疑惑と確信との間を揺れ続ける交互作用だ。嫌いの場合は、こうした交互作用はあまり一般的でない。彼が自分を嫌っているかどうか心が揺れ続けることも、ままあるが、そうでない。 突き放した場合も同じようにある。嫌いとは相手を遠ざける作用、排除する作用だから、相手の出方を伺うという側面は少なく、残酷にも、一方的に相手に勝手になすりつける作用という面が強い。一般に、嫌いの場合には、結晶化作用は第一段階にとどまると考えて良い。そして、恋愛の場合と同様に、 この結晶化作用を理性的に食い止めることはできない。放っておくと、嫌いの原因は次々に肥大してゆくのだ。流体から結晶症が分離する過程。気体、液体、溶液、雇用体などの粘性状態、または分散状態から結晶が分離する。ベーカーデー、1916、ライト、1916。火星岩の場合は、 一般に結晶性の物質を溶解している液状のマグマから温度の低下によって、飽和溶解度よりも濃度が高くなり、結晶が積出することを言う。結晶は一種類とは限らず、各種の結晶が条件に応じて順次積出する。消失作用とも言う。ありがとうございます。